弁末製材、木種ペレット製造販売、住宅の機密測定、VOS 測定、群馬県産材をはじめといたします。木材販売並びに今日頼むと、翌日続くカタログ通販にお持ち材、ファーストリフォームの福島商店です。今日ですね、4月31日、令和3年度も今日で終わりということで、明日からはですね、令和4年度新年度になるという、そういった、節目の、日になるわけです。今日天気はですね、渋川地方、曇り、晴れ、ひょっとしたら夕方雨が降るかもしれないという、予報になっていて、最高気温も昨日よりは、ちょっと低くなるっていう感じですので、寒暖差にご注意いただければというふうに思います。それで今日はですね、木材の知識についてお話をしたいと思います。よく一般的にですね、建売業者さんとか住宅メーカーさんとかがお使いになっている柱で、ホワイトウッドっていう、集成材の柱を、見たり聞いたことがあるかと思いますけど、これホワイトウッドっていう木はですね、樹脂はないんですね。これは造語でありまして、本来の属性でいうと、陶皮、ヨーロッパ陶皮とかですね、言われてる。簡単に言うとですね、元来日本では建築には不向きということで、日本国内ではですね、不向きということで使われてこなかった材料なわけなんですね。理由はなぜかというと、日本はですね、雨季と乾季があって、その雨季になると、湿気が高くなって、で木材が湿気を吸うと、腐敗菌が出て、カビによる食害、そしてシロアリの食害というふうにつながっていって、朽ち果てていくわけなんですけども、こういったことがですね、日本ではその陶皮は顕著に現れるということで、建築には不向きということで、北海道を中心にですね、土木用材とか、あと家具用材とかっていうのに使われた、日本ではですね、ですけども、これをヨーロッパのですね、同じような井戸に生えている、似たような属性のものをヨーロッパ陶器というんですけど、これをに目をつけて集成材を作ってですね、日本の住宅にじゃんじゃか使っているというのが建売さんとか、ハウスメーカーさんであります。簡単なこと言うと、日本では不向きがない木材を安く仕入れて、で、建築材にホワイトウッドという新しい名前をつけて売っているという、そんな現状じゃないかなというふうに思っています。やっぱりですね、いろいろ、お考えあるかと思いますけども、無垢に勝るものはないということと、日本古来から、気候風土に合った使われている杉やヒノキ、こういったものがですね、適材適所じゃないのかなというふうに思います。米松製材、木種ペレット製造販売、住宅の機密測定、VOS 測定、群馬県産材をはじめといたします。木材販売並びに、今日頼むと、翌日届くカタログ通販リフォーム時代、ファーストリフォームに関することで何かございましたら、福島商店までお問い合わせください。